NBA スキルチャレンジは NBA が毎年2月に開催される NBA オールスターゲームに先立って開かれる NBA オールスターウィークエンドの中で土曜日に行われるコンテストである2003年から開催されているパス、ドリブル、シューティングの技術を競う競技である現行のコンテストでは最初にレイアップショット、次に3つの障害物の間をドリブルで抜け ネットに直接パスを投げ入れ、続いてゴール正面20フィートからジャンプショットを決め、次に2つ以上の障害物の間をドリブルで抜け、味方チームの選手にパスを送る。パスを受けたプレイヤーが同じことを繰り返す。すべての通過点を失敗なく終えるとタイム計測が止まり、その時間が記録となる。イーストチームで最短時間のチームとウエストチームで、 最短時間のチームが勝ち上がり、決勝戦を行う。2013年までは、個人戦で行われていたが、2014年より、ペア戦となった。スティーブ・ナッシュドーイン・ウェイド・ n b a c o m デロン・ウィリアムズツーディフェンドヒズ・スキルズ、チャレンジレコード、2010オールスター。ありがとうございます。